どうもビアンカジンです。昨日はクリスマス、クリスマスっていうことでビアンカジンはクリスマスプレゼントでパパさんにイコイコして待っとるよ。これがビアンカジンのクリスマスプレゼントなんだって。パパさんにイコイコされとる時がビアンカジン一番幸せ。まあパパさんはまあこうやっていい子いい子してくれるからパパさんのことが大好きなんだけども、たまにいたずらしてくる時がある。これこれこれ、パパさんやめなさいよ。肉を引っ張るんじゃないのビアンカジンの。もう社長張り切ってたぞ。倉庫になかったら車だわ。すごいねこれ、いつの間にこうなってきた。え、待った、なんか隙間が空いてる。あ、隙間、あれってことは来たん違う。あった、そう、すごい、うわ、売れた。えー、ほんとに置いてるんじゃん。あれ、そっち紙袋もあるよ。え、コーヒーがめっちゃある。コーヒー、コーヒーの入れるやつとか。何それ、ほらコーヒー、これお菓子ですか、これた、これ、父さんの中に入ると思う。あ、そうか、もうない。え、なんかすげえ噛んじゃう。父さんって何食べるんだっけ。父さん、父さん、エヴァンゲリオン。そういうふうに言ってんじゃん。そんなに知っとうかな。サンタが分かるやつとかない。ちょっと寄せる、ここ見る、ここで、うん、部屋で開けようぜ、サビで、そうそう、で見てみる、うん、何が入っとるんだ。あ、ごぼすあんだ。なんか何が入っとるんかね。一個ずつ。あ、だ、ちっちゃいのかな。うん、何が入っとんの。いっぱい。まずはこれだ。まずこっちで開けて。こっちだけで。いや、いるか。YouTube の関係だもんね。イエーイ。じゃあ。何何。お願いした通りのもの。それ恋愛と思う時点、面白い進化の不思議。これはこれで、これもない、違うやつ。もっと面白い進化の不思議選べないと思う時点、色が全部違うから違う種類。そんだけか。まだある。あとはまだあるの。父さんのエヴァンゲリオン入っとった。わかんない。なんだこれは。カブがペロペロしとるんで食べ物じゃないの。何、君たちはどう切るか。そこ全然やつ。 あ、それ母さんのだ。どうぞ。でもいいよこれ、漫画だもん。そうじゃん、読みたいね。じゃあ次はこれ、これも全然気にしないでしょ。ああ、今年は本ばっかだ。あ、これお母さんのやつかもしれない。あ、ラーメンだ、歴史全部すごい面白そう。父さんのエヴァンゲリオンはどこにある。わかんない、ないかもしれない。何それ、それが最後。まだあと1個。それ最後にしたら大きいで。まだあと1個ある。あと1個ある。ヒットアウェイだが。俺がヒットアウェイなの。うん。何ヒットアウェイ。やっぱサンタ知っとったんだ、ヒットアウェイ。ヒットアウェイって英語で書いてあるって言った。英語で書いてあるって気づいたんだろう。で、最後の一個は何だろう。父さんのよね。父さんのかな。でも大きいよ、こっちのは。うん、父さんのエヴァンゲリオンだもん、多分。
これもう長いし。ああ、父さんのだ。靴。靴。そうだ。スウェーデンって書いてあるよ。ああ、外国の靴だ。サンタじゃない。本当に。大人よ、子供よ。お父さん。何センチぐらいある？お父さんのマイク。何センチぐらいある？23.5。くんじゃん。父さん27だよ。24.5。かっこいいじゃん。あ、父さんのは。何？何も入ってない？え？でもお父さんのなんかついてる。ああ、そう、ちょっと持ってきて。これはお父さんの。紙袋ごと持ってよ。これはお父さんのなんですよ。ベルベタイガーじゃん。母さんが欲しいって言っとったやつじゃないの？そう。でもお父さんのやつ。ホットショコラ飲むやつだかね。これ。それベルベタイガーのカップやん。これ。お、どこだ？チョコレートだ。見た。エヴァンゲリオンはなんか入っとるはず、絶対。ないエヴァンゲリオンは。うん、それベルベタイザー。うん、あ、すごい。もらえちゃった。ほらほら、サンタだもん。ちょっと待って。母さんのがあって、ぼくちゃんのもあって。お父さんはしょうもないやつ頼んだ。しょうもないやつとか、そんなものは父さんが決めるわ。しょうもあるかないかは。だってパン頼んだんだよ。パン頼んだ。パンなんか頼んだ覚えないよ。あんた朝ローソンで買ってきたパンがクリスマスプレゼントなわけないだろ。アンパン頼むって。アンパンも頼む。なんで父さんだけアンパンなんだとおかしいよ。さつまいも頼むって言ってた。さつまいもがないがよ、おじゃん。だってありゃわかるよ、まだ。だってさつまいもさ、腐っちゃうじゃん。そうだ。だから何？だからないんだよ。はい、サンタさんありがとうっつって。サンタさんありがとう。よかったね。